あ、ジャムでございます。派遣から帰ってきました。あー、すごいのいましたよ。やっぱ派遣やばいね。今日もね、ラーメン屋休みだったんで派遣行ったろうと思って派遣行ったんですけど、やばい。今日もね、倉庫作業で、今日はね、エアコンが効いてたんで、室内だったんですよ。倉庫の中でも。まあ倉庫、どこでも室がないやろって話なんですけど、やばいやついたね。もう原始人みたいな女子大生がいました。そいつがね、やばすぎて、その環境、派遣の環境自体は普通だったんだけど、もうそいつがかき乱しまくって、もうちょっと、すごいことになってましたね。うん、まずね、もう、なんて言うんだろう。もう体型がね、もう原始人なのよ。原始人っていうか、もう赤ちゃんとね、同じ感じ。まあ、俺も結構赤ちゃんっぽいって言われるんだけど、なんかね、手と足の長さ、で、太さがね、一緒なのよ。で、こうやってね、女子プロレスラーみたいな感じで、立って、ずっとね、派遣の説明を聞いてるわけ。今日はこれやってもらいますよ、みたいな。ずっとこれでさ、こうやって聞いてて、やばいな、この女って思ってたんだけど、なんかちょっと怪しいな、みたいな。で、顔はね、ニッチェの江上さんだっけ、髪の毛、ボンボンの人、あの人にちょっと似てて、で、作業するときにさ、もう、なんかもう野生なのよ。規格外なのよ。もうすべてが。もうどんぐらいすごいかっていうとね、エプロンするんだけど、T シャツ着るじゃん、まあ普通に。で、エプロンするじゃん。エプロンの上からでも、乳首がね、浮き出てんの。もうすごいのよ、そいつが規格外で。で、まあいろいろとあるんだけどね、まあ最初にさ、説明されるじゃん。まあこんな、今日はこういう作業しますよ、みたいな感じで。まあこうやって台車を押していって、で、ここを見ながらこうやってピッピッピッって、で、タブレットでこうやってやりながら、で、これやって、で、ここにシール貼って、なんとかかんとか、みたいな。で、結構難しい作業だったから、一発でこれ、全部覚えられるかな、みたいな。ちょっと不安な感じなんだけど、まあとりあえず、やったらわかると思うんで、みたいな感じで説明されて、バーって一通りやって、ここまで全部わかりましたかって聞かれたの。その派遣の女の人に。派遣のね、教えてくれるメガネの女の人がいるんだけど、うん、その人もなんか聞いてきたら、俺ら4人ぐらいでいたんだけど、みんながなんか自信ねえなみたいな、わかりましたって、もうバッチシですって感じじゃなくて、あ、自信ねえなみたいな空気でやったら、その原始人みたいな女がドスドスドスって前出てきて、これこうやってこうやってこうやってこうやるんですよねって言って、うん、なんか早く、なんて言うんだろうね、喋り方ごめん、今できなかったね。早口なんだよね。これをこうやって、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 こうやってやるんですよねって言ってて、うん、あ、違いますって言われて、もう全部間違ってたんだけど、で、って言って帰って下がっていったの、って言って下がっていったのね。違ったのよ。うん。で、まあまあ、こう、まあやればわかると思います、みたいな言われて。うん。で、その女のなんかね、圧力がすごいのよ。で、なんかね、その女よ、もうすごいのがさ、そのなんか、なんて言うんだろう、多分頭はそんな良くないんだけど、なんか、頭がいいと思ってるのか何なのかわかんないんだけど、まあなんかいろんな作業さ、あるんだけど、じゃあここでは、これやります。こうやって、こうやって、って説明してる間に、もう女が、あってこう、ひらめくのよ。前半だけを聞いてね、上の句を聞いてね、下の句当てるじゃないけど、百人一首みたいな感じで、上の句聞いて、あってなって、説明してる途中なのに、割って入っていって、これをここに置くんですよねって言うの。その女が。で、まあ、合ってるんですけど、最後まで説明聞いてくださいって言われて、なんてか下がっていってさ。もうそれの繰り返しなわけね。で、まあ、最初にピッキングって言ってこう、荷物を集めて、まあ、今日やった作業っていうのは、ピッキングって言ってね、台車ごとに、これとこれとこれをね、なんか、パンフレットいっぱいあるんだけど、パンフレットいっぱい持ってこいみたいな。で、種類がいっぱいあるから、もう倉庫みたいなところにパンフレットがいっぱいあってさ、なんかそれを全部なんかこう、なんか、病気関係、医療関係のパンフレットみたいなのがあって、この薬を使うとか、なんとかの治療のなんかパンフレットみたいなのがいっぱいあって、それをバーって集めてきて、一個一個段ボールに入れていくっていう作業なんだけど、それも
俺とかさ、最初はさ、みんなやっぱわかんないから、どこに何があるんだってみたいな、覚えながらやっていくみたいな感じなんだけど、その女なんかね、めちゃくちゃ高速で、ブワーってやって、終わりましたーっつって、終わりましたーって言ってさ、ね。で、その、なんていうの、社員さんみたいな人が見て、あ、これ違いますね、これ違いますね、みたいな。あ、もうこれ違いますね、みたいな。もう全部間違っててさ、で、え、近いって言って。で、もう、スピードは急がなくていいんで、ミスだけなくしましょう。申し訳ございませんって言ってさ、もう一回また一周していって、みたいな。で、ちょっとおもろすぎるな、こいつと思って。え？なんかわかんないけどさ、俺もその人のことばっかりチラチラ目に入ってくるわけ、もう気になってしょうがないから。で、なんかさ、普通さ、人ってさ、立ってる時って手が開いてるじゃん。こんな握ってんのかって。こうやって握ってんのかって。こうやって立ってるのね。もうそんなんもなんかおもろくなってきて、もうずっと見てたんだけど、もうね、それでさ、話が全然わかんなくなっちゃって、いろいろ説明されるんだけど、そいつが割り込んでくるわ。めちゃめちゃおもろいね。ずっと乳首が立ってるわ。もうなんか、めちゃくちゃ面白くてさ、もう話入ってこないわけ。で、俺も超ミスしまくてさ、で、なんかやってる時に、あ、そう、これは、なんか一緒に入れなきゃいけないですよね、とか言って、あ、すいません。もう完全に聞き逃してたわ、みたいな。でもおもろくなっちゃってさ、で、昼の休憩の時に、もう俺ちょっと仲良くなったろうと思って、その女に。もう俺は、俺はもうこの女と、もう、がデートしてる姿を見たいと思ってさ、もう、ね、ちょっとこうデートしてる姿というか、ちょっとエロい感じの雰囲気とかになったらどうなるんやろうと思って、もうめちゃめちゃ気になって、で、休憩の時にさ、食堂みたいなところでそいつがさ、めちゃくちゃ、こんなでかいスマホケースにね、スマホこんぐらいなんだけど、こんなでかい、なんか矢印みたいなスマホケースをこうやって持ってんの。ね。で、あ、お疲れ様ですって隣に入って、あ、お疲れ様です。で、あ、お疲れ様です。こんな感じで、ちょっとね、なんかこう、あれやっぱ、何こいつみたいな感じしてんの。ね。今までも傍若無人パワフルにさ、動き回ってて、もうこいつに常識はねえんだろうなと思ってたんだけど、俺が隣に座ったら、お疲れ様です。みたいな感じで、グッてつってさ、で、あ、スマホケースでかいですね。つったら、はい、はい、あ、はい、いや、はい、あ、はい。なんか、何のスマホケースですかみたいな。あ、一応、スプラトゥーンが好きで私。スプラトゥーンみたいな感じで、矢印が上見えるかなと思って、使ってます。あ、そうなんですか。スプラトゥーン好きなんですか。何の武器好きですか。あ、一応、若葉シューターとか、もうね、話し方がね、やばいのよ。で、まぁ、なんか、ちょっとオタクっぽいとこあるんだろうね、多分ね。うん。で、スプラトゥーンとかで、あ、なんか、スプラトゥーンのどういうとこが面白いですかとか聞いてたら、なんかね、一応俺のことを、こう、何こいつみたいな思ってるけど、やっぱ、その、好きなことをさ、聞かれてるから、もうめちゃくちゃ早口になって、やっぱスプラトゥーンは何たんないで、何とかかんとかで、みたいな、なんかちょっとその葛藤が見えるわけ。話したいけど、こう、でもこいつ大丈夫かなみたいな。で、そいつさ、テンション上がってきたらね、喋るときに、こっち見ながら、メイクこっち見ながら、私はって言いながら、手がちょっとずつ上がってきて、指がこうなんのよ。私は、で、その、葛藤があるからさ、こう指がこうなって、こうなったりこうなったりでさ、もうなんかこう、興奮してる時こうなって、すっごい、みたいなの、ずっと見られて、あ、そうなんですかとか言ってさ、で、やっぱさ、で、カップラーメン、ズバババババン食ってて、美味しそうですね、とか言いながら、で、もう俺絶対ね、LINE 聞いてやろうと思ってたから、ね、話聞こうとしてたんだけど、ちょっとずつ、みたいな、話すときに絶対、って言うんだけど、私は、つって、聞いてくるんだけど、その、なんかこう、連絡先聞こうとか、やって、なんかこう、なんか今、何歳ぐらいなんですかっていうかね、うん、なんか、他派遣行ってるんですかとかいろいろ聞いてて、なんか今大学生ぐらいで、みたいな、2回生なんで、みたいな。そういう話をしてて、ちょっとずつ行こうと思うんだけど、なんかね、やっぱ、そこのガードはめっちゃ硬いのよ。全然踏み出してくれないみたいな。で、最終的にさ、ちょっと気づいたら、遠くのテーブルとかに離れちゃってるからさ、
俺もムカついて、またムカついてはないけど逃しちゃダメだと思って、なんか飲み物か自販機行って飲み物買った帰りその隣にまた座ったりとかしてさ、そしたらえみたいな感じで、まあもう俺のことをめっちゃ意識してる感じなんだけど、ずっとスマホ見てるみたいな、まあスマホ触ってんだけども完全にこうもう意識はこっちに来てるみたいな、俺の方なんかこう見てるみたいな感じで、でなんかおなんかデートとかするんですかとか俺も聞いてさえデートはしないですって言われてあんまり男性とか興味ないんですか、いや男性興味はありますけどみたいな、なんか女性が好きとかじゃないんですよねとか言って、あそういうのじゃないです、はいえはいえいでなんかこうひらりとかわされて、結局さ昼休憩で行けずに、まあとりあえずまだあと4時間ぐらいあるからそこでなんとか連絡先聞いてやろうと思ってたんだけどさ、その昼休憩でさ社員さんがもう社員さんも休憩するじゃん、でそこでねなんか社員同士でやべえやついるみたいななんかだから多分ね連絡が行ったんだろうね、なんかもう初見多分 この女いろんな社員さん来んのよ、でここではこれやってくださいみたいな、じゃあ次これやるんであの社員さんについていってくださいとか言ってさ、初めての初見 社員さんとか来るんだけど、こいつのことをずっと無視すんのでじゃあこれはまず台車を出してみたいな、でここ開けるとここがもしかしたらビョンって飛び出してきちゃう時とかあるんで気をつけながらとか言ってやってくださいって言ったら、そのね、原始人みたいな女子大生が、うん、ここ押さえとけばいいかもって言って、前に出てきて、ここ押さえとけばいいかもねえみたいな感じでて、それもずっと無視しながら、で、これをゆっくり下げて、で、膝とかに当たると、本当に、骨折とかする可能性あるんで気をつけてください、みたいな、ずっと無視されててさ、で、って言ってて、でも、その、なんかさ、説明するじゃん。もう説明する、で、いろんなこと説明してくれるんで、また別のとこで説明するんだけど、で、これを、次はこれの使い方です、って言って、ね、これ使うときなんですけど、って言ったら、あ、わかったぞ、つって、じゃあ教えません、って言われて、もうそれの繰り返し、わかったぞ、って言って、あ、じゃあ教えません。わかってるんだったら教えません、って社員さんに言われて、で、社員のなんか二人組のペアだったんだけど、もう一人の方が、教えてください、お願いします、みたいな感じで、もう一回話を流そう、話を戻そうとしてさ、あ、じゃあもうわかりました、教えます、ゴーゴーゴーで、みたいな。それの繰り返し。だからもう、めっちゃね、なんか、環境的にはめっちゃ良かったんだよ。もう仕事も超楽だし、涼しいし。そいつのせいでね、もうミス連発して、もういろんな人が、話を聞けないからさ、みんながちょっとずつもうミスするわけ。その説明中にあいそいつがガーって出てくるから。で、なんか最初にね、もう今日は荷物がめっちゃ少ないですって言われて、6時まで派遣なんだけど、多分3時ぐらいに終わっちゃいますみたいな言ってたんだけど、結局そいつのせいでみんながミス連発して、結局5時半ぐらいまでかかってさ、普通に働いた感じになって。なんか、で、もう最後の最後俺、帰り道一緒に駅まで帰ってやろうと思って、そこで連絡先聞こうと思ってたんだけど、最初エレベーター降りるやん。まあ着替えて、エレベーターまでは行ったんよ、そいつ。エレベーターまでは行って、よし、エレベーターの時いいタイミングで一緒に出て、お疲れ様でしたとか言って、話しかけて、今日しんどかったですねとかさ、なんか言いながら帰って行って連絡先聞こうと思ってたんだけど、エレベーター開いて、ちょっと早歩きだったの、ん？おかしいなと思ってたら、で、ビルのさ、エレベーターじゃない、自動ドアが開いた瞬間、なんか、こんぐらいのバッグ抱えて、超ダッシュで帰って行って、ケツプリプリだってマジで。ケツプリプリで、もうカチカチのケツがプリプリで全速力で帰っていって、避けられてたんかな、分からんけど、まあ避けられてたんか、もう移動はダッシュなのか分かんないけど帰ってきましたね。ちょっとやっぱね、いろんな人いますよ、派遣は。ちょっとだからね、だからしょうがないから、その4人ぐらいで動いてたんだけど、その原始人の人はどっか行って、残りの2人と、変な人でしたねって言いながら帰ってきました。変な人でしたね。ちょっとね、社員さんもね、イライラしてましたよねみたいな感じで、そうですねつって、まあね、なんか真面目ではあったんですけどねみたいな、なんか、うん、ちょっとな、出しゃばりなのかなとか言いながら
今んとこね、派遣2回行って2回ともなんか怒ってますよ、うん、原始人を女子大生、うん、ちょっと面白かったですね。まあまた定期的にね、派遣に行って面白いエピソードを拾ってきますんで、お楽しみにということで、ちょっとでも今回は今までに見ないレベルでのやばいキャラだったんで、まあここまでこれ以上のものはまあないでしょうけど、まあお楽しみにということで、現場からは以上です。さようなら。パーラッシャイ。